別でもなさ、初めて送ったしまいを盗んでくれってしつこく言ってたじゃない。盗んだのかお前。いや、奥様がうっかり落としたの。私はたまたま拾っただけ。え？これでかした、よこせ。これをどうするの？盗んで来いとまで言うなんて。お前の知ったこと知らんぷりしてる。このハンカチをキャシオの宿舎に落としておけば空気のように軽いものでも嫉妬に狂う男にとっては聖書の言葉のように重みのある証拠だ。こんなもんでもな、役に立つだろう。ジャスイってやつはそれ自体毒なんだ。そいつは初めは特に嫌な味もしない。ただちょっとでも中に入るとたちまち硫黄の山のように燃え上がる。ほら色、あの姿どうなさいました将軍。嘘だろ、切れてしまえ。よくもこの俺を拷問にかけたな。いくら欺かれても何も知らず生半可に知らされるよりははるかにマシだった。どうなさったのですか将軍。盗まれても気づかぬ者にはそれを知らせぬことだ。そうすれば何も盗まれなかったのと同じことだ。たとえ全軍の将兵があれの体をもてあそんだとしてもだ、何も知らなければ俺は幸せであった。一体どうなさったのですか将軍。悪党め、いいか、妻が陰媒であるという証拠を見せろ。俺は目に見える証拠が欲しいのだ。証拠を見せろ。すべてはっきり証明してみせろ。針の腹ほども疑いの差し当たりの余地のないようにな。そうなると貴様の命はないものだ。将軍、金に濡れ衣を着てこの俺を苦しめているのであれば。お許しを、どうかどうかお許しを。忠実に一途に生きてきたのに悪党にされるとはひどい世の中だ。こう人をおもんばかんのはやめます。こんなひどい目に遭わされるんだから。待て待て、お前はやはり忠実な男だ。忠実はごめんです、働く分だけ損をしますからね。正直なところ俺は妻が忠実だと思い、そうでないと思う。お前が、ああお前が正しいと思い、そうでないと思う。証拠が欲しいのだ。このままでは俺には我慢がならぬ。はっきりさせたいのだ。将軍は劇場の虜になられたようだ。あの話をしたことが今さら悔やまれます。はっきりさせたいんですね。いや、させるのだ。させられるかもしれません。だからどうやって、どうしたらはっきりします。見物でもしますか、奥様が乗っかられているところを。なんということ。いや、厄介なことだと思いますよ、あの二人にそういう格好をさせるのは。だからどうします、どうしたらはっきりさせられます。いや、無理でしょう。いくらそれを見たいとおっしゃられても、たとえあの二人がヤギのように公職で、猿のようにスケベ、社会についた狼のように淫乱で、酔っ払ったアホのようにバカ丸出したとしてもダメですよ。だからいわば状況証拠に基づく推論でお気が済むなら、私にもはっきりさせることができなくはありません。妻が陰媒であるという、具体的な例を挙げてみろ。嫌な役目です。でもこの件に腐敗してしまった以上申し上げましょう。つい最近のことでございます。私はキャシオの横で寝ておりました。私が歯が痛むのでもうずっと眠れないでおりました。すると隣でいびきをかいていたキャシオがですね、突然かわいいデズネモナ、気をつけよう、僕らの愛が目立たぬように、それから私の手を取り握りしめ、おお、かわいい人と叫んだかと思うと、私に激しいキスをそれから手の足を私の太ももにこう絡み合わせ、それから深いため息、それから激しいキスをそして叫んだのです。おお、あなたをムーアに与えてしまったことは、なん
ただけです。ただ前に経験していたことの証拠ではないか。夢を見ただけにしろ、その疑いは十分あるだろう。まあ、そうすると感謝せ、他の証拠の疑いを告知するには役に立ちます。八つ咲きにしてくれる。分別を忘れなく、現場を見てはいないのです。奥様は忠実かもしれません。だが一つお伺いしたいことは、奥様がイチゴの刺繍をしてあるハンカチをお使いになったのをご覧になったことはありませんか。それなら俺がやったものだ。俺の最初の贈り物だ。それは知りませんでした。そのハンカチで、確かに奥様のハンカチだとは思いますが、今日キャシオがそれに顔を拭いてるのを見かけたのです。あのハンカチであれば、そのハンカチであれば、少なくとも奥様のハンカチであれば、他の証拠と合わせて奥様は不利なことになりましょう。あのゲロめ、何千もの命があればいい。一つではこの恨みは晴れぬ。分かった、事実なのだ。どうか落ち着いてください。血だ。辛抱なさい。お心が変わることもありましょう。変わるものか、野郎。俺の復讐の血は激しい勢いで突き進むのみだ。後ろを振り返ったり、穏やかな間に収まり返ったりはせぬぞ。将軍のご命令とあらば、いかなる残虐な行為でもためらうことなく従います。俺を思う、お前の思いに感謝するぞ。口先だけの礼ではない、心からの言葉だ。早速だが、いや3日以内にこの耳に報告を持ってこい。キャシオは死んだ。私の友人の命はありません。将軍のご命令とあらば。しかし奥様の命だけは。1分目、あの美しい悪の手前っ子の考えを。今からお前が俺の副官だ。いつまでも将軍の忠実な部下です。人にやったりすれば、夫の目にはたちまち嫌悪の色が浮かび、その心が離れていくだろう。そのようなことが本当に？本当なの。あれには魔法が織り込んである。200年もこの世にあった巫女が神がかりの状態であの模様を見上げた。まさかそのような。嘘ではない。
気をつける。なぜそのように怖い激しい言い方をなさるの？なくしたのか、なくなったのか、いえ、どこにあった？なくしてはいません。でも、なくしたとしたら？ないいえ、なくしたとは言っていません。では持ってこい、我の目の前。持ってくるのは簡単だけど、今が嫌です。私のお願いははぐらかそうという魂胆でしょ。ねえ、どうかキャシオを元の地位につけてあげて。ハンカチを持ってこい、心配でなら。ねえ、どうかキャシオのことを。ハンカチだ。あれほど有能な人には二度とお目にかかれないでしょ。ハンカチだ。これまであなたの運命を切り開き、数々の危険をご一緒に乗り切ってきた人ではありませんか。もう言うな。あれでも嫉妬深くはないとおっしゃるんですか。こんなこと初めてだわ。きっとあのハンカチには不思議な力があるのでしょう。悲しいわ、あれをなくしてしまうのに。男なんてたちまち正体を表すものですよ。大体男はみんな胃袋で、私たち女は食べ物です。私たちをガツガツむさぼっておいて、満腹したら吐き出すんですか。キャシオとうちの亭主が。それしかありませんよ。奥様の手を借りる他には。あ、なんだろ、こう、あそこに置いてた。さあさあさあ、お食べなさい。まあ、キャッシュを。その後いかがですか。奥様、例のお願いですが、定式の誉れた時、あなたのお力添いによって、なんとかもう一度生まれ変わり、心から尊敬します将軍のご愛顧を受ける一員に加えていただきたいのです。もう一刻も待てません。ああ、お心の優しいキャッシュを。今のところ私の取りなしもうまくいかないのです。あなたのために言えるだけのことは言いましたが、言葉が過ぎたのでしょう。私まで不機嫌の矢面に立たされてしまいました。もうしばらくご辛抱ください。できるだけのことはいたします。自分のためならできないことでも。それで今はお許しください。将軍はお怒りだったのか。今向こうへ行かれたけど、いつもと違ってイライラしておられたようだわ。お怒りだったとすれば、何か重大なことが起きたのか。お会いしてきます。よし、私と会おう。男の人だって神様ではないのだし、結婚式の心遣いをいつまでも期待してはいけないのだわ。私がいけなかったのよ、エミリア。戦場にお供する勇士としては、失敗だわ。あの人のつるなさを責めたりして。奥様のことで、たわいない邪推やつまらない嫉妬をなさってるんじゃないでしょうね。何を言うの。そう言われる理由があって。でも嫉妬深い人はそういう理由がなくても嫉妬するでしょう。理由があるから嫉妬するのではなく、嫉妬深いから嫉妬するんですと。嫉妬というものは自らはらんで自ら生まれる化け物です。そのような化け物がオセロの心に取り付きませんように。私もそう祈ります。主人を探してきます。主人の機嫌を見て、あなたのお願いを持ち出してみましょう。できるだけうまくいくようにやってみます。心からお礼申します、奥様。